はい、神木でーす。どうも、小雪でーす。エットでーす。はい、今日はもう小雪チャンネルさんに来ていただきました。だけで、はい、ちょっと不満なんですよ。いやいやいや、大カレッジだったよ。感謝して、感謝して、感謝して、あれめっちゃ言ったよ。今日めっちゃ再生されたよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらも今回お二人にですね、来てもらいましたけど、はいはい、僕はですね、原作を主にこう読んでて、そこから発見をいろいろ探すっていう人なんですけど、たまにグッズからですね、分かることっていうのがあるんですよね。はいはいはい。例えば海賊旗とかは、グッズを作る会社の人からですね、この人のキャラクターの海賊旗はどんなんですかとか言われて、こんなんですって出したのが最初に出たりするっていうのが SBS でも書かれてたんですけど、小雪チャンネルといえばですね、はい、フィギュアなんで、はいはいはい、フィギュアすごい詳しくて、僕知らないんですよ全然。おー、なるほど。すごく疎くて、多分見てる方の方が絶対詳しいぐらい知らないですよ。はい、なので、はい、フィギュアからですね、知れるワンピースの面白さっていうのがですね、はい、あるんじゃないかなと思って、ちょっと今日はですね、いくつか選んでいただきました。それ任してくださいよ。なんで、うちを誰やと思ってるんですか。うちを誰やって。いや、もうフィギュアプロデューサー小ヤッキーがいますからね。なんて言っても、俺はまああるよ、あれ、ね、ガヤね。ガヤ用意。こんなしゃしゃれるよ。どうやって言えるのかね。すごいすごいすごい。あります、結構フィギュアから分かるような。あります。まあ、僕今フィギュア3000体ぐらい持ってるんですけど、やっぱ小田先生の魅力って1位、うん、まあ、やっぱそのストーリー、うん、当たり前ですけど原作、うん、まあね、で続いてやっぱキャラクターの個性なんですよ僕は、うん、おもう900体ぐらいアニメでは登場してるらしいんですけど、うん、誰一人かぶってないっていう感じがもう僕大好きで、うんうんうん、スプラッシュとスプラッタだいぶ変わってない。そうですね。似たやつはいるんですけど。誰やそれ。フィギュアとかになると立体なんで、うん、当然原作では書かれてないところまで書かれちゃうわけですよ、うんうん、おー、そう、例えばですよ、はいはい、このオーロ・ジャクソン号、はいはい、これロジャーの船なんですけど、うんうん、そうですね、これに、まあ、卵が乗ってるって今はもう有名な話なんですけど、うんうんうん、僕これ、はい、まあ、ゼロカーには乗ってるんですけども、はい、これフィギュアを出た瞬間に真っ先に気づいたんですよ、うんうん、卵が乗ってるって、うん、で僕何が嬉しかったかって言ったら、当時まだ神木くんとフォロワー同士だったんですけど、仲がいいわけじゃなくて、うん、ずっと、うん、ツイッター見てたんですね、うん、でその中で神木くんはとある日、え、オーロ・ジャクソンに卵乗ってんの、うん、こんな面白いことなんで誰も教えてくれないのってツイートしたんですよ、うんうん、でその時に僕の方が先気づいたっていうのが、嬉しくって、うん、あそうありますね。そうそう、だ原作だけ見てたらうまく隠してるやつ、うん、小田先生って。そうなんですよね。気づいてほしいヒントはあるんだけど、うん、大概の人がそれをスルーして、うん、後でほんま乗ってるっていう風に驚かせようっていう意図があるんだけど、うん、フィギュアになっちゃうと堂々と描かれちゃうね、うん、大体の大きさとか色までね、うんうん、でこれってやっぱ東映アニメーションとかがものすごく厳しい監修を経て、うん、小田さんとかに確認をして製品になってるから、うん、まあ、当たり前にこれは公式のものだってね、うん、そうですね。そうだからこれってすごいことだと思うよ。すごい。そうだ、こういう風にフィギュアになると、うん、まあいろんなことが分かるよっていうトリビアを今日はお話ししようと思います。やった、めちゃくちゃ楽しみです。おお、はい、あるんかな。いや、これですね、僕は小雪さんから直接聞いたりとか、はい、知ってるんですけど、他にあるんですかね。あります。へえー、はい、楽しみ。はい、まずキラー、はい、これ2年前のキラーなんですよね、はいはいはい、でこの2年前のキラーっておしゃれなんですよ、うん、やっぱり、あ、こういう風な殺戮武人って言われてるけど、うん、こんなおしゃれな服も着るんだと、うんうん、で2年後にどうなって帰ってきてるかって言ったらこうなって帰ってきてるんですよね。おー、はいはいはい、そうで、この時って何が変わったんだろうっていう感じなんだけど、うんうん、なぜか左腕だけめちゃくちゃ血管で出るんですよ、はいはいはい、そうで、これって、まあ、ワーコレでも右と左で完全にこの造形が分かれてるんで、確かに分かりやすいんですけど、すげえ面白い。そう、でもこれだけだったらちょっと、まあ、たまたまかもって思う、うん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 、今度 POP 見てこれですね、はい、はい、このキラーも右と左めちゃくちゃ違うんですよ。うわ、すげえ。もう顕著にめちゃくちゃ違う、面白い。めちゃくちゃ違うんですよね。いや、なんか僕も原作で見てて、はい、こっちのイメージなんですよ、はい、ムキムキ、はい、血管がすごいある、すごいな、キラー強くなってるなと思ったけど、うんうん、こっち全然気づかなかったですね。知らなかったですか。知らなかったです。これすごくない。すごい、めっちゃ違う。じゃあ東野くん、じゃあこのキラーって言ったら何海賊なんですか。それキッド海賊団ですよ。そうでしょ、うん、はい、じゃあ船長のキッド今左腕どうなってる。シャンクスに取られたね、取られたかどうか分かんないけど、うん、シャンクスとの戦いで、うん、まあ、失ってるわけよ、うん、そうですね。じゃあキラーも同じく左腕に、はい、まあ、怪我を負ったのか知らんけど左腕に特徴がある、うん、こういうなんで左だけこんな
そうだから左だけ鍛えてるのか、まあ、呪いにかかったのか、いろんな想像ができちゃう、うん、フィギュアから、うんうん、面白い。そう原作だったらすごいなっていう、うんうん、そっちしか注目しないんだけど、うんうんうん、対象で見比べることによって違いが出てくる。面白い、すごい。これどっちが先なんですか、出たのは。出たのはこっちです。こっち。面白い。めちゃくちゃ面白い。すごい。やったー、2日間やったな、これは。すげえ面白い。知ってました？僕全然知らなかったですね。僕も知らなかったですね。まあこれに気づいた人は多分腕に注目してるんだけども、うん、ワノ国に出た時にファッファッファッって言ってた時に、うんうん、隠されてるから、うん、キラって気づかないとかね。もういろんなことがこう後に繋がってる。なるほど。隠されてるんや、ちゃんと。すげえな。出てたら絶対気づくから、すげえな。すごいな、これ筋トレしてるとしたら相当左だけ。そうそうそう、ウェイトがる片手でね。小役に聞いてみようかな。そうそうそう、どうやってこうなんの。すごいな。そうなんですよ、面白い。面白い。はい、続いて、はい、はい、海峡のジンベイ、はい、はいはい、ジンベイも今となっては次の麦わらの一味じゃないかとかね、ま、うん、もなく仲間になるんじゃないかとかいろんなこと言われてて、メジャーなキャラなんですけど、うんうん、まあ、最初出てきた時なんかもうイーストブルで名前しか出てこなかったんで、ああ、うん、そう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 、でジンベイが出てきた時に、うん、なんていいやつなんだと、うんうん、そう、白ひげの親父さんをねこう慕ってるとか、そういうのとかしか言わせて大丈夫。大丈夫大丈夫。じゃあ、いる意味あんのか今日。いや、これ大事よ。これなかったら寂しいよ。あの、視聴者置いてきぼりになっちゃうから。共感のね。そうそう、共感の人やから。なるほどなるほど。じゃあジンベイって言ったら、はい、このなんかあの和の国っぽいその衣装が、はい、まあ、うん、ね、有名なんだけど、うん、じゃあこの下って何履いてんのって、うんうん、見ると、まあ、ふんどしをね、うん、まあ、履いてるわけなんだけど、まあ、今ね、ふんどし履いてるっていうのは分かると思うんだけど、うんうん、これ出たの、このフィギュアが出たのって2010年の7月なんですよ。そう、今から10年前、うん、大昔ですね。そうで、まあ、ストロングワールドが終わったちょっとぐらい、うん、ってことは当然ジンベイなんかまだあんまり世に知られてないというか、うんうん、まあ、そうですよね、一部会であることぐらい、うん、そう、じゃあこのふんどしってどうやってできたのっていうストーリーをお話しすると、うんうん、これは、ワールドコレクタブルフィギュアっていうシリーズのボリューム4に収録されてるんだけど、はいはい、その時に、まあ、いろんな設定とかもらうんですけど、下からの図なんてないの、設定で、うんうん、それを造形師さんが想像で作るんですよ。はいはいはい。そうで、これを想像で作って監修に出して OK が出るんですよ、うんうんうん、つまり造形師さんが設定を作ったことなんですよ。なるほど、そうなんですね。こっちから原作に反映されるかもしれないですね。そういうことなんです。ジンベイがめちゃくちゃふんどし履いてるところがあって、例えばあのバンダイから出てるフランキー将軍の超合金が出てるんですけど、はいはい、あれもギミックが うまくできすぎてて、うんうん、あの矛盾がないように小田先生が設定をそっから逆輸入するんですよ。なるほど、そう、だからおもちゃとかフィギュアから逆輸入された設定は絶対ほっとあるんですよ。へぇ、そうなんだ。そう、面白い。そう、それが公式のそのワーコレのガイドブックみたいなのがあるんですけど、うん、が語られてるのがジンベイ。へぇ、面白い。すごいですよね。あのペローナの、うん、あのそこにあるやつかな、はいはいはい、抱いてるぬいぐるみも、はいはい、あれから分かりましたね、名前がモグシーっていうやつなんですけど、はい、そうなんや。そう、ペローナの大統領人形はモグシーっていうのがいて、はいはいはい、それはもうフィギュアのパッケージに書いてあって初めて分かって、うん、はいはいはい、そこでしか描かれてないんだけど、もしまあそれ公式発表みたいなのが今後あってもそこからですね、多分逆輸入。じゃあ続いていいですか。はい、続いてはこちらですね、剣闘士レベッカ、はい、はい、もうレベッカって言ったらね、もう悲しい過去を背負った、うん、まあまあ女剣闘士なんですけども、はい、ね、このやっぱ一番の特徴って言ったらこの服の露出度、うん、まあ、剣闘士ってもっとこう装備を重圧にしたらいいんですけど、うんうんうん、コロシアムのルールとして、まあ、重量制限があると、はい、だからまあ身軽になってるんだなってこともあるんですけど、うん、加えてレベッカっていうのは攻撃しないまあ戦い方というか、うんうん、まあ、際に追い込んでまあ落とすとか気づけないようにまあやるっていうのが戦法なんで、素早さ重視じゃないですか。だからその服装からもそのなんか戦い方みたいなのが予想できるところもまあまあいいんですけども、うんうん、この服ってどうなってんのってことに対して小田先生は構造は知ってると、うんうんうん、っていうことだけ言って濁してるんですよ、うんうんうん、じゃあこれどういう服装なんだと、はい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 、で他にもそのこれをビキニアーマーっていうまあ言うらしいんですけど、うん、まあ、古くはうるせえやつらの弁天とか、はい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 、でドラゴンボールだったら幼少期の父とかが鎧型のビキニアーマーを着てるわけですよ、うん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 、
で、ストライクどういう風にこの舌なんかどうなってんのと、うん、で、本当は小田先生の中で特殊なまあ構造がまああると、うんうん、まあ下着がないのかあるのかもあるんですけど、うんうん、はい、見ていいいいですか、そう、これちょっと見てもらっていいですか、見れるんですよ、見れる、見れますね、はい、すごっ、確かにな、あーちゃあーちゃあーちゃいや、そっと戻しましたもんね、見ちゃいけないものを見たから、あーちゃあ、そうか、こうなってるんですよ、後ろとか、見てるか子供たちよパパはとんでもない変態だぞ急になんかサラナチさんのチャンネルそうそう、このね、まあ、手元にある人はぜひ見てほしいんだけど、この、ね、布がね、こう薄く巻かれて、うん、こういう感じで巻かれてたりとかっていう特殊な構造があって、うん、あんまりね、その子供たちが見るアニメとかなんで、うん、あの露出が高いものはしないし、うん、特に規制がかかりやすいんで、うん、だそういうことも考慮してこうなってると。でも小田先生の中にある頭の中の構造と、うん、アニメになった構造はちょっと変わる可能性があるんで、うん、それはイコールじゃないんだけども、こうなってるんだってことはフィギュアで知るんです。すごい、この後ろのやつとかも知らないですもんね。絶対わかんないです。かけって言ってもみんなかけないと思うんだよね。確かに普通の下着じゃないんですよ、これ違う。はぁ、すごい。めちゃくちゃ面白いでしょめちゃくちゃ面白かった、本当にじゃあ、ね、次行きます。まだあります。はい、お次このちっちゃいですけど、はいはい、エースの墓。あ、はいはいはい、まあ、エースの墓ってもうドンって白ひげの墓とエースの墓が並んでるんですけど、うん、もうそのインパクトが強すぎて、うん、これどうなってんのってあんまよく見ない、うんうんうん、じゃあその見た時に帽子ってどうやって引っかかってんのとか、うん、まあ、思うんですけど、うん、一番大事なのは、うん、この数珠の部分、ネックレスの部分がどうやってかかってんのって思うように見た感じで、これ帽子の中覗き込んでほしいんですよ。おお、枝で分かれてるんですよ。はあ、枝分かれしてて、そう引っ掛けてあるんだ。そうなんですよ。で隣のエースって担当をね、ここにあの腰にぶら下げてるんですけど、それはしっかりエースがつけたやつでこう結んでるんですよ。ほんまや。そうだ、その角度とかもしっかり調整して結んでくれてるのといいし、わざわざ余ったベルトとかもタラーンって垂らしてるところも感動するし、そう。でもエースのこの首から巻いてるやつはベタッと置くんじゃなくて、なんとかその帽子とセットで置きたい、うんうん、首のところだからね、うん、それをだからわざわざ二股に分かれてる枝を探してきて、それに引っ掛けてるところが、探した人偉いな。探してきた、うん、なんか白ひげ海賊団のメンバーにちょっと涙するっていう、うんうん、面白い。めちゃくちゃ細かいな。そう、めちゃくちゃ細かいんですよ。すごい、このちっちゃい世界で。そうなんですよ。だからここから入ってくる情報って意外と多いんですよ、うんうんうん、そう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 、面白い、はい、これはもうキャラじゃないんですけども、うん、こう立体物にするといろんな謎が解けてくるよみたいな、こういうのにもこだわりがあるんですね。二股に分かれてるから、やっぱエースのことを本当に思い入れを持って、うん、まあ埋葬したんだなっていうのが分かるじゃないですか、うんうん、すごいっていう、まあ、アイテムです。面白い。はい、はい、じゃあ次ラスト。ラスト、はい、でかいんですよ。はいはい、おーしょー金獅子の式。もうこれ大好きなんじゃないですかみんな、うん、もう歴代の映画のボスの中でもダントツ僕好きなんですけど、うんうん、金獅子の式は今でこそね95巻であの金獅子っていう文字がまた出てきたり、うんうん、そうです ね, ねロックス海賊団のメンバーだったとか、うん、まあリバイバルしてるわけなんですけど、うん、僕やっぱねこのなんだろう、ダリンが刺さってるおっさんっていうのも、うん、小田先生のこだわりがあってすごい好きなんですけど、やっぱ今神木もチラッと見たように応答と小枯らしなんですよ、うん、やっぱ四季って言ったら、うんうんうん、でそれが足にどうやって刺さってるの気になる。そうなんですよ、うん、一応ゼロ感とかだとインペルダウンでグサッて刺して紐で結んでるんだけども、うんうん、その紐って とりあえずこう交換したりするわけですよ、うんうん、じゃ今の四季ってどうなってるのってちょっともう一回見てほしいんですよ、うんうん、楽しみ。そうだな、造形物にすると作らざるを得ないですもんね。そうなんです、うん、イエー。でこれも監修されてるんで、もちろん公式、公式の。ちなみにこれめちゃくちゃ高いんで。おお、そうなんですよ。しっかりこう赤い紐、はい、うん、紐というか布みたいなキュッと結ばれてるんですよね。うんうん、痛々しいな。そう、痛々しいんですよ。うん、だからアニメは、まあ、さっきも言ったように子供を見るもんなんで、うんうん、残酷な描写とか切断シーンとかって、うんうん、まあ、アニメ抜かしてるらしいんですよね。そうですよね。そう、だからあんまりここは映せないはずなんですよ、うんうん、そういうことまでやっぱ見ることによってその四季の覚悟とか、うんうん、本物の海賊なんだっていうことをなんか分かれる、うんうん、
ていうのがこの四季の良さです、うん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 、すごい、はい、ここ赤いのが何ですか、血、血っていうことですか。いや、そういう意味してると思いますね。以上が、まあ、フィギュアから分かる原作にはないトリビアでございました。ありがとうございました。トヤ君は、トヤ君ですか、うん、まあそうですね、あのナミュールを初めて見た時に、うん、ここに8って書いてたんですね。すごっ。というわけで、ね、知ってました。まあ僕たちね、コエッキーチャンネルの方でも神木さん出演してもらってるので、はい、ぜひそちらも見てくださいませ。はい、はい、よろしくお願いします。フィギュアトリビアまだまだ紹介したやつあるんで、もし続編が見たいよっていう人は今すぐ高評価もしてくださいね。チャンネル登録もしてね。お願いします。お願いします。それではダワヘン、ダワヘンは今日の唯一の仕事やからこれどうだろう。唯一って言ってしまってる。ほんまにピンとおい。じゃあねー。